楽楽本ス -01M は富士通コネクテッドテクノロジーズが開発した NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末でドコモ楽楽ほんの一つである本端末はドコモ楽楽本初の Android フィーチャーフォンとして2016年12月に発売された回 -02J の後継機種となる 全身機種の回 -02J で対応したウォルトは次世代通話用コーデックである EBS WB に対応。受話音量レベルは回 -02J の6段階から8段階に増え、より大きな音の設定が可能となった。また、通話メモ機能が強化され、事前にオンにすることで通話の開始から終了まで全て自動録音が可能となり、録音した。 通話音声は倍速ゆっくり再生に対応し、必要なところを確実に聞き返すことが可能となった。解 -02J と同じように、防水、防塵・米国国防総省の調達基準である、ミル規格の14項目に準拠する耐久性能を持ち、防塵性能についてはい、解 -02J の IPX5 から IPX6 に強化された。 会 -02J で採用された迷惑電話対策機能に加え、怪しいキーワードが入ったメールや SMS に注意、喚起する楽々迷惑メール判定を新搭載。これらにより、全国防犯協会連合会推奨の有料迷惑電話防止機器の認定を受けた。会 -01M にも引き続き搭載されているワンタッチダイヤルボタンは数字ボタンと同じ大きさに大型化された。 ディスプレイの輝度が、ス -02J に比べて、約1.4倍にアップするとともに、独自機能となる色補正技術が、新たに搭載され、屋外などの明るいところでは濃い色を淡い色に置き換えることで、輝度を高くし、視認性をアップした。なお、回 -02J に搭載されている、スーパーダブルマイク、合わせる、ボイスに、おまかせでか着信、でか、バイブ、ワンタッチブザー。 合わせるビュー、UD フォントは、回 -01M にも引き続き搭載されている。カラーバリエーションは、回 -02J に設定されていたゴールドと、ミントグリーンに代わり、楽ラ々クラク、ホンベーシック3以来となるホワイトが設定され、回 -02J から引き続き設定されている、ネイビーとピンクを合わせた3色となった。最新のアップデートを適用した場合、 過去のアップデート内容が全て適用される。ありがとうございます。